だ結局長男長女が偉いってこと。ね、そう、うん、まさかでも、うん、ヘベレケがこんな話になるとはって思いましたよ今日。結構、ね、みんな親になったんだなみたいな。みんながね成長してますよね。私だけだよ、もうちょっと着床頑張んないと。そんなに。ダメそれ。いやでも逆に言うと困るんですよ。着床しちゃったらヘベレケできなくなっちゃうから。ああなるほどね。うん。うん、その時はその間をね。秀樹に助かります。すみません逆にね。いやいやいや、今夜も千原ジュニアが名古屋の素敵な居酒屋で飲みまくる。バブル時代はすごかった。ズッチーが語る芸人のギャラ事情。都市伝説で紙袋をこうゆっきーなは酔った勢いで夫フジモンに強烈な鍋出し。なんか小物感がすごい。女優佐藤ひとみはダイエットで人生が激変。メール送ってみたら、うん、宛先はございませんって言ってきちゃって。それは諦めますよ。さらにスギちゃんのヘベレケナビでは名古屋の最新居酒屋をレポート。いいですね。絶対あそこには行きたくない。あんなとこ行ったらもう死にますからね。見たら絶対飲みたくなる千原ジュニアのヘベレケ。リオリで、はい、ね、本当にね。そうですね。いや人生であと何回ぐらいあるんですかね。この13時を3時やと思って新幹線乗り遅れるって、いやびっくりしました。それどこで気づいたんですか。電話かかってきたんですマネージャーから、うん、はい、でマネージャーから電話かかってくるなんて、うん、まあ大体火曜か水曜日、はい、写真撮られた時だけなんです。金曜日出ますっていうね、はい、写真撮られるっていう電話とかもドキッとしません、はい、します。何撮られたんだろう、どこで誰、めちゃめちゃします。いやだからなんかやましいことをしてる人なんて余計そうでしょうね、はい、そうですね、はい。あ、こちらだそうです。う1軒目。うわこれはなかなか知ってな入られへんよ、うん、こちらも味がありそうです、あ、こんにちは。あ、お邪魔します。こんにちは。あ、どうもお世話になります、あ、こちら。あ、いいですね。もう何年ぐらいですかやられて。60年。はい、そうですか、大門に店を構えて60年。その歴史を十分に感じさせる佇まいのゼンちゃん。去年亡くなったご主人と夫婦二人三脚で守り続けた家庭の味を楽しみに、今でも多くの常連さんが通い続ける老舗居酒屋。さらにお客さんの中には昭和の芸能界を代表する方々も多くいたそうで。あれ、そうそうたる。うわ、来てはったんですか、あの藤山寛美先生が。はい、宮古町長さん。うん、お見えになってます。はあ、森重さんと。はい、どこに座ってはったんですか。森重さん、僕じゃない。あら、すごい。座っていいんですか、このとこ。え、寛美さんは。寛美さんはね、カウンターだったと思う。あ、カウンターで。はい、そうなんや。じゃあとりあえず、いはい、今日もお願いいたします。すいません、最近はどうですか、あのパパになられてジュニアさんに似てます。全く似てないです。え、そうなんですね。でもこんなもんでしょ、うん、体は、うん、への音量は普通の成人男性と一緒ですね。へえ、どうなんですか、マースさんは。私は何も変わらないです。そうなんですか。でもちょっとめちゃくちゃ今月喧嘩して。え、はい、喧嘩するんですか。めちゃくちゃ喧嘩します。え、何を喧嘩すんの。 Facebook で1年以上閲覧制限かけられてたことが発覚したんですよ。彼氏が私に見られないようにブロックつけてたんです。チャンネル登録お願いします。
あのどうでもいいようなことは知り合いっていうので見られる投稿もあって、私は知り合いに格下げさせられてたんですよ。で友達にしか見られない重要な旅行とか、なんか楽しい記事とかは全く見られなかったんですよ。でも1年そのどうでもいい記事は見られてたから、別にまさか閲覧制限かけられてると思ってないんで、知らなかったんや、はい、でそれに私はブチ切れて、そんなひどいことするなんてみたいな。ひどないじゃん。まずそれを見ていろいろごちゃごちゃ言うてきたから、うん、その時喧嘩だって腹立ってちょっと一旦かけた、うん、それをあの解除し忘れてたんでしょ。そう、うん、から向こう、まあさんは彼氏だと思ってるけど向こうは知り合いと思ってる。どっちかですよ。それどっちか、ね、それ辛すぎる。そんなこといちいち言うから。そうか、ありがとうございます。あら、こんにちは。え、なんでそんなテンション？ちょっと扉あ、どうもどうも、どうも。一人目のゲストは土田照之。4児の父でもあるツッチーの意外な家庭の顔とは。意外と俺ツッチーとはそんなに飲んだことないんです、うん、あ、そうなんですか。1回ぐらいじゃないですか、ね、プライベートでそんなに芸人さんと行かないですもん。へぇ、ね、あ、すいません、お疲れ様です。はい、どうもお願いいたします。仕事終わりだから飲み行くことほぼないですね。じゃあ直帰ですか、お家に。直帰です、直帰です。もういや、だってめちゃくちゃ奥さん好きだね。あ、シュウさん、それもうちょっと、もう7年前の話。いや好きじゃなかったら帰んないですよ。あ、別に家に帰っていいんですか。自分の部屋に帰ってるだけですから。もう子供も大きいし、もうだって俺この春から子供だって、大学生、高校生、中学生、小学生、うん、コンプリートです。すげえな。全部。てか、あとでもそれだけお子さんができるってことは奥様とラブラブってこと、まあね、だって休んだよね。ああ、育児休暇、育児休暇取った芸人初じゃん。第1号でしょうね。事務所に行って、これは根性してるね。でも会社も好意的ですね。うん、まあ揉めましたけどね。だってこっちは勝手に休んじゃえばいいだけの話だし、行かないっつって。好意的ではないですよ、うちの事務所は。あ、そうなんですか。でも吉本興業と一緒、ブラック企業だと思ってた。大田区の場所。本当ですか。給料制だったんですよね、昔は。すごい昔は、うん。本当の若手の時です。現金でお給料もらうって聞いたんですけど。そうですね、その昔は、年月末に現金取りに行くんですよ。で、都市伝説で、うん、それがね、振り込みになったのが山田邦子さんだって話で、うん、えげつないと、やっぱバブルだったし、うん、もう紙袋をこう、噂、うん、でもそれほんま都市伝説じゃないと思う、うん、ほんまやと思うわ。すっごい覚えてるのが、寺門ジモンが来たんですよ、うん、で当時ダチョウ倶楽部さんとも、まあ、ほぼ喋、ったことないぐらい、うん、挨拶ぐらいしかできない時で、はいはい、上島さんはああ見えて人見知り、うん、で、肥後さんは目が怖い、はい、怖い。笑顔で挨拶してくれるけど全然目が怖い、怖い、怖い。で、寺門ジモンが一番有効的だった。おうおうおう。で、ジモンさんはよく寄ってきてくれて、で、俺らこう若手がこう端っこでこう喋っていると、うん、ジモンさん来て、なんだお前ら、おい、うん、なんだそのなんかペラペラな袋は、うん、って言いながら、ここにちょっとしたあの、なんだろう、薬局の帰りぐらいの紙袋もさ、うん、でそれ見て、あれ、あんなか現金入ってんのかなって、うんうん、で、帰り寺門ジモンを襲撃するって話で、いや、でもあいつやばいからな、やられんじゃねえこっちなんて多分あれ入ってんだろ。いやすごいですね。ジモンさんはまあそういうのほら、そうなんや、自慢したがりだから。あ、なるほどなるほど、うん、でもそれはね、だから俺自分ですごいなと思ってるのは、未だに ATM 行ったことないです。すごいでしょ、芸能人みたいでしょ。いやいや、芸能人。え、違う違う、どうしようお金。だから給料手渡しですよ、うちは。だからもともとね、うん、で、そのまま結婚してるんですよ、うん、で、その時だから給料手渡しだからもらって、うん、生活費を嫁さんに渡すわけですよ、うん、で、それを部屋貯金で貯めて、うん、例えばじゃあ何ヶ月で100万貯まったって、うん、じゃあ嫁さんにこれ100万貯まったから貯金してって渡しちゃうから、うん、っていう生活してたんですよ。だからある程度こう振り込みになるわけです、うん、ある時期から、うん、ほらもう嫁さんがもう全部それやってくれるから、結婚しちゃってるから、うん、だから、今もう月に1回 お小遣い制だから、うん、封筒が置いてある、はい、感じです。そこでだから今月それを使う。お小遣い制なの？って、じゃあ奥さんは、はい、ツッチーが何本稼いでるか全部分かってんねん。分かってますよ。逆に俺は知らないです。俺給料明細もあんま見ないから。でもその趣味とか、うん、あんまないんやったっけ。フットサルぐらいですね。そうや、金かからん
いね。だから月に1回2回のフットサルコートを抑えるだけ。うーわー。で終わった後に後輩のそのご馳走ね、スタッフさんも来たりとかするんで、その飯代を払うとかぐらい。金かかるな。かからな。私服はほぼアディダスっていうね。そうやじゃ服も買わんし。そうそうそう、買わないですね。あんま興味ないから。だって22で25で結婚ですからね。おお。まあしゃあないですこれは。で4人も産んでくれてんだから。ね、それはもうここはもう頭上がらないんで。一人目は何歳の時に？僕が26ですかね。ご長男が大学生です。はい。でやっぱね。土田の DNA を色濃く4人がちゃんと分けてて、長男はもうガンダムと仮面ライダーでもう秋葉原ばっかりです、今大学生だと帰りは秋葉寄って帰ってくるし、この間もだから大学帰ってきて玄関でおかわりっつって紙袋持ってるから、お前紙袋何入ってんだよって思って見たら仮面ライダーのベルト入ってたんですよ。すごい。お前は何の研究をしに行ってんの大学に。ああこれはあれだけどみたいな。ガチオタ。ズッジも好きやから、うん、まあまあそうですね。で次男なんかはちょっとこう明るくサッカーやってて、うん、元気で、うん、でエグザイル系がなんか好きで、でやつはなんかお笑いやりたいらしい。でうちの小学校の卒業式が将来の目標を言うんですよ。うちの次男が言ったのが、僕は将来テレビに出てって言い出して、えっと思って、あのみんなを笑わせられる司会者になりたいですって言い出して、あお父さんはもう超えたと思って、司会やるんだこいつと思って家帰って、あ司会やるんだっつって、で娘はそれこそ乃木坂とか、欅坂とかも好きで、アイドル好きで、だからこの調子でいくと一番下の子は多分家電になるだろう。多分な、はい、おにゃんこ部分は娘に言ってるから、うんはい、もう8匹でな、幸せやな、ね、幸せか。でもまあそう、子供がいることは幸せだなと思いますけどね。ということは今までにノンスキャンダル、ノンゴシップ、はい、そうですね。僕でも多分ね、あのこの先も女の人絡みでは多分ないと思います。もう酔っ払ってもそういうこともまずないんで、うん、ただやっぱ怖いのはやっぱ暴力ですよね。もうやっぱ酒に飲まれる年になってきて、 あそうですか、はい、後輩に止められたりとか、まあ、そんなにうわーとかならないですよ、うんうんうん、あいつ何ごちゃごちゃうるせえなみたいになったりとか、うん、まあ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 みたいなのがね、やっぱ酔っ払ってくるとあるからね。ほんまにほんまにね、ほんまに理不尽なことってあるで。どうしたんですかね。土曜日、うん、会社ね、車で会社行こうで夜で土曜日もうゴールデン街からもう人溢れてる、外国人の人とか観光客の人とかもういっぱいいんねん、うん、でもそれはええねんけど、うん、なんか「ジュー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 」みたいなことを気づいたその金髪の、まあ、おっちゃんがもうだいぶ出来上がってたと思うけど、うん、俺のもう車キワキワでやってきたんね。でもそれはええねんけど、あなんかえらい出来上がってはんなと思って、うん、俺はスーッと言ったら。うん、仕事してんじゃねえぞこの野郎みたいなことをこう言い合ったわけや、うん、で俺なんで俺今から会社行って仕事しようのになんでそんなこと言われなあかんねん、勝手に向こうからやってきて思いながら、うん、まあまあこういろいろこう打ち合わせしながらも、でも確かにそうかそうかちょっとあぐらいこう軽会釈ぐらいしときゃよかったかな俺も俺でと思ってちょっとねちょっとこう反省したわけ、うん、ほんで次の日ちょうど気候もええしバイクで行こうでバイクでバーって行って、で信号待ちでこうガラス張りの店で夕方5時もうお客さんパンパン入ってるお店、うん、あこんな入ってんねんな思ったら、まあ若いと30代ぐらいの3人組がこっち見て、うん、俺のなんか言うてるわけ、うん、で俺昨日のこともあったから、うん、軽い釈をね、うん、どうもーっていう感じでしたら、坊主の眼鏡かけたその3人の中の1人よ、まさかの、俺軽い釈したら中指立てられてるやん、え嘘やろ思いながらもうチュッて信号変わらへんわけ、俺どうしたやねんってやって俺分からへんけど、うん、気づいたら店内入っていてもってて、え分かる気がする、でも俺もなんかどうしていいか分からへんからやめてって急にお姉みたいになってるけど、その俺の出方で向こうはもう、まあおい何やこの野郎っつって、あでもこれどつかれたとして俺が行ったとしても、うん、もう多分アウトやね、うんうん、俺どうしてええねんけんかの上にやつだよ、いやいやあの俺
中指立てられて、なそれなんなんだこの野郎俺これ我慢せなあかんの俺これえっつって俺もね3日間俺どうしたかってんっていうのを誠治に言ったわけ、うん、ほんな誠治がスッと俺を抱きしめてくれた赤い何この兄弟愛ヘベレケナビやってきたぜ。いや今日はなんとねさっきまで福井にいてね営業やってきたぜ、うん、今日も滑ったぜ福井の営業で盛大に滑ってきたスギちゃん。しかしヘベレケナビではある秘策がね。足元見てください。靴履いててワイルドじゃないと思ってるでしょ。でも靴履いてもワイルド。なんでかその靴の底の部分はこういうねこうくり抜かれているから今日はこれで攻めてみたいと思う今年3月にオープンした名古屋の新たな城下町金シャチ横丁。ここで9月末まで期間限定オープンしている名古屋城金シャチ海鮮市場ビール&バーベキュー。伊勢湾の牡蠣をはじめサザエやエビなど旬の魚介類を楽しめるのが魅力。他にも肉類はもちろん多彩なおつまみをビュッフェスタイルで選べます。そして料金は食べ放題飲み放題2時間5,000円。クオリティとコスパが最高のスペシャルビアガーデンです。早速スギちゃんも注ぎたての生ビールをいただきますよ。いやうまい。そしてビアガーデンを覗いてみると大勢のお客さんで大盛り上がり。いいですね。ありがとうございます。いいですね。絶対あそこには行ってないです。あんなとこ行ったらもう死にますからね。というわけでスギちゃんは喋りやすそうな女子2人組のテーブルへ。なんでも2人は恋の悩み相談中だったとのことですが、どういう相談なわけ。そのもう1年と以上付き合ったのに緊張してない、うん、いや笑いをちょっと相談する人間違えましたよ。確かに女子から行くのもね本当の恋になるとやっぱいけないのよね。このお店のおばさんだと結構いけるけどね最低ですよね。これ最低なんですよこれね。ここで金シャチビアガーデン一押し牡蠣のガンガン焼きをいただきましょう。食べましょうよせっかくだから牡蠣。じゃじゃん。うわーいい感じのブリブリですよ。もう立派な牡蠣ですよ。見てください。出ました。いただきます。果たしてそのお味は。うめえ。最高。美味しい生ビールと牡蠣を堪能したところで、あってどうでしょう。スギちゃんはワイルドだった。ワイルドじゃない。ワイルドじゃない。そういうふうに思ってんですよな、ね、こんなワイルドさんの格好もないと思ってんだろう。でもねおいびっくりするぐらいのタイミングで。せっかく仕込んだネタなのにオチを先に言われちゃいました。クオリティとコストパフォーマンスが最高のビアガーデン9月末まで開催しています。千原ジュニアのヘベレケチャンネル登録お願いします。